こんにちは、鈴木美里です。このチャンネルでは明治から現在までの童謡、唱歌、叙情歌、歌謡曲などを解説とともにご紹介しております。今日は大正14年児童雑誌「金の星」1月号に掲載されました野口雨情作詞、中山新平作曲の「証城寺のたぬき林」をご紹介いたします。この野口雨情の詩、大正13年に千葉県の木更津市にあります木更津尋常高等小学校に雨情が講演会に行った折、町長に子どもたちが歌えるような歌を作ってくれないかと依頼を受けたそうです。そこで雨情はその土地に伝わる伝説など題材を求めたところ、市内の証城寺というお寺に伝わる伝説を知ったそうです。その伝説というのは、証城寺という寺に100匹のたぬきが腹鼓を打ち、証城院のペンペコペン、おいらの友達はどんどこどんと歌ったというものだったそうです。そこで雨情はこの伝説のお話をもとに詩を書きました。ところが発表後、当時の証城寺のご住職からクレームがついたそうです。自分の先祖の住職がタヌキなどと腹鼓を打って踊るとは何事だということだったそうで、雨情も大変困ったそうです。そしてこの歌ができる時、作曲に関しても少しエピソードがございます。この詩に曲をつけたのは中山新平です。中山新平は曲の調子を整えたり、ぴょんこ節と言われるようなリズミカルな作曲が信条でして、それが今なお親しまれている一つの要素になっているのですけれども、この詩に曲をつける時もかなり改作をしております。例えば冒頭の部分「証城寺」ですとか「月夜だ」とか、あと「みんな出て恋恋恋」、このような繰り返し、あとは腹鼓の音、おいらの友達はポンポコポンのポン、この部分、元の詩は雨情は伝説と同じどんどこどんと書いておりますが、中山新平は勝手に変えてしまっております。そして発表する前に野口雨情にこの改作を了承してもらおうということで連絡をしたそうなのですけれども、旅行中で連絡が取れずにこのまま発表してしまったということではありますが、一説によるとそもそも了承を得るつもりはなかったのではないかというように言っている方もいらっしゃいます。この野口雨情、中山新平のコンビでの曲、この動画では「シャボン玉」「雨降りお月」の2曲をご紹介しておりますが、他にも「あの町この町」「うさぎのダンス」などいまだに親しまれている童謡がたくさんあります。では「証城寺のたぬき林」です。